それで私の中の候補が、クレーンゲーム本体、サンタさんそのものの2つで、なんかね、米と合わないよ、どうしよう。今日これね、ねじりハーフツインなんですよ。一応サンタさん本体、サンタさん本人がいた。しようかなと思いました。いたかな今まで、そんな人。サンタさんがプレゼントを置いている最中だった。これにしよう。これにします。待って、マジでこ…うち来ない。許さない。なんでよ。こんにちは。サンタさんがプレゼントを置いている最中だった。これにします。ちょっとね、マジで電波が悪すぎて何も繋がんない、悲しい。なんでだろう、マジでね、サンタさんがプレゼントを置いている最中やった。どうでしょう。なんかね、さっきアンジュと喋ってたんですよ。そしたら、さっきなんかメイクイン、なんかツイッターの写真見るたんびに、ほんまに美咲いいと思うぐらい、なんかめっちゃいいって言ってもらえてめっちゃ嬉しかったです。めっちゃ嬉しかった。でもね、メイク変えたんで、ちょっとわかるかな、あんまわからんかも。でもピンクにしたんですよ。結構言ってるこれ。待って、ちょっともう15分経ったら切っちゃいますね。ちょっとマジで申し訳ないけど、あんま繋がらないんで。ちょっと最近前、こっち側の前髪がねあるけど、手の前が見なくなっちゃった。どっか行った。めっちゃ前髪減ったくない？私、多分初期とかと比べると全然違うんですよ。じゃあ前髪減った。マジで全然コメント来ない。
なんでだろう。皆さん聞こえてるんですかね。来ないよ。全然コメントが来ない。なんか一回切って更新したらコメント来るんですけど、そうしないと全然来なくて、どうしよう。じゃあ一応、え、ナングラは誰にします？あのサンタさんがまだプレゼント置いている最中だったにします。これあの遅れがいいよ。あんま公園でできない。これはちょっとね、ここのリンゴが出て、古いコメントは見えてるんですよ。ただ更新しないと新しいコメントが見えないって状態で。話なんでや。皆さん見えてるんですよね、私のこと。一応ね、今ね Wi-Fi 切って、あのギガマックスみたいにしたんですよ。なんでだろう。コーヒー飲めないよ。でもここからね、結構ちょっとあんま言えないんですけど、入ってるんで、あんまできない気がする。ショールームで爪痕可愛くない？学生なんで普段はできないんですけど、冬休みに入ったんでしました。ちゃんと学校行くときは地爪で、地爪というか何も塗ってないです。なんでだろう。ちょっと諦めようかな。ちょっとランキングだけ見ますね。ちょっとごめんなさい、ちょっとこのままだとあの配信成り立ってない。いきます。13位の方、コーナーさん、ありがとうございます。12位の方、カルちゃん、ありがとうございます。11位の方、高政さん、ありがとうございます。10位の方、深夜さん、ありがとうございます。9位の方、宝野さん、ありがとうございます。8位の方、ひよこさん、ありがとうございます。7位の方、エイジさん、ありがとうございます。6位の方、ジョーさん、ありがとうございます。4位の方、FFF さん、ありがとうございます。4位の方、テラちゃん、ありがとうございます。3位の方、ワンポールさん、ありがとうございます。2位の方、クニアンさん、ありがとうございます。そして1位の方、ユウさんです、ありがとうございます。ちょっと皆さん本当にマジで申し訳ないんですけど、ちょっとあの1ミリも皆さんと会話ができない状態なので、ちょっともうあのやめ、ストップします。ごめんなさい。またいつかショールームしますね。ちょっとこの時のリベンジをしたいなと思います。ちょっとではこの後の、まだ今ね YNN の24時間配信してるんですけど、ぜひ皆さんそっちを見てください。私もまたね出るんで、皆さんお楽しみにしててください。ごめんね、バイバイ。